のがええだろ、まだにあそうおばあちゃんみたいなおばあちゃんに話すみたいな南の島からこんにちは、バリトレコの味方アホリです。あ、いいよ、続けてて大丈夫よ、はいはい、なんかね、インドネシアの首都が変わるらしいというので、移転だね、移転するんだって、そのニュースを今ちょろっと読んでおりました。新しい首都の名前はヌサンタラというらしいです。ヌから始まるとなんかこうこういうなんかぬるっとしたイメージが日本人にはどうしても出てきてしまいますが、過去のインドネシア全体の場所というか国という前のその場所のことを示したりもするらしいですね。日本でいうとなんか和の国とかそんなイメージ。ちょっとこれについては僕の意見というよりは一旦あのインドネシア人のスタッフの意見をね聞いてみたいと思います。はい、皆さんこんばんは。何ですか社長いきなりイブコタ？そうですね、首都が変わるじゃないですか。そうです。名前が変わるんだよね。そうですね。ヌサンタラ。ヌサンタラ、知ってるんですね、堀さん。今ニュース見てた。あ、そうなんですか。どう思いますか、インドネシア人として。スバガイオランインドネシア。わあ、めちゃ。私は、特にバリ人としてはめちゃあいいと思います。いい新しい首都になって。うん、ヌサンタラという名前は、まあ、インドネシアはいろいろな人族民族がいっぱいあるんじゃないですか、うんうん、でもそれが新しい、首都なら難しいじゃないですか、名前が決めるのが。でもヌサンタラは世界、インドネシア全体が知ってる。インドネシアは、まあ、昔はヌサンタラという王様時代みたいな昔が知ってる。だからヌサンタラという名前だったらまあいいと思いますけど、でも2つの意味があって、うん、それだけちょっと、迷ってる。2つっていうのは新しい首都の名前と、昔のインドネシアの名前、和の国みたいな感じだ。そうです、日本で言うと。ああ、今和の国完璧じゃないですか。そうですね。ワンピース見てるんですか。あ、見えてましたね。和の国終わった？まだじゃあ次はどうね、ヘンリーさんですね。ヘンリーさんはもっと詳しいと思います。私は真面目なので真面目な答えです。首都が変わることと、はい、あとはそのヌサンタラという名称についてはいどういうお考えでしょうか。賛成です。いいじゃないですか。リセットする意味だと思いますよ。もうジャカルタは沈下するんじゃないですか。ニュースにもなってるんですよ。その沈んでいくんです、毎年なのでちょうどいいです。場所的にですね、はい、地下水どんどん汲んでしまってて地面が下に落ちる問題があって、しかも毎年洪水です。なのでその経済的には移動した方がいいっていうのはいいことです。あとはヌサンタラについてですね、名前はどうですか、どう思いますか。インドネシアにふさわしい名前じゃないですか。もし、移動したらどう思いますか、首都は。移動したら遠くなるのは仕方ないことですね。はい、そうなんですか。俺行きたいんだけど。行きたいですね。行ってみたいですね。来週、みんな行く。おまだまだもういいですね。まだ建ててるんですね、今は。これから工事してるんですね。そうですね。でもなんかジョコリーの YouTube になんかあるよ。あ、そうですね。そこになんか土地視察していこうよ。今は爆上がりしてますよ。そうですね。はい。もう遅かったです。買うですね、投資家はぜひ。ヌサンタラ旅行の味方にする。わー、おー、かっこいいですね。かっこいいです。はい。なんかヌサンタラのイメージってインドネシア全体ですよ。そうです、ね、はい、なのでバリじゃなくてもうインドネシア全体っていうイメージがありますよ。 あとはもし、はい、移動したらなんかあそこに水中になる、ジャワとかバリはあまりなんかエコノミーとか。ああ、どうですか。いや、でも経済的にはジャワとバリはまだメインで、工場はいっぱいあるじゃないですか今は。なので別にいいんじゃないですか。どんなリセットが、その
リセットというのは、あの政府的な話です。政治的な話のことなんで、まあ、ここはあまり詳しく言わないですけど、でも、なんかリセットというのは、その場所とかですね、その首都が洪水というのは、インドネシアの顔に泥しかないですよ。あ、そうなんですか。はい。いつまでジャカルタが進むんですか？まあ、どんどん沈んでいくんですよ。これから、なんか海面上昇に伴って、地盤が落ちて、っていうのはもう確定ですね。はい。なんか経済的なのは、その首都が沈んでいくで、あの投資家はあまり投資しないんですよね。で、なんかこの移動によって全体的に経済が上がるみたいです。もし新しい、また私の分は長いですね。はい、ありがとうございます。ということでいかがでしたでしょうか。真面目なんだよね、うちのスタッフって、ね、まあね、あの人が変わることによって今後どうなのかな、まあ、旅行にどういう影響あるのかなっていうのを考えると、成田とか羽田とか関空、初ヌサンタラ経由のバリ島便とか出てくるのかな、まあ、わかんないけどね。一応2024年から順次こう移転していくということで、今ね絶賛こう作っている段階らしいです。まあ、個人的にちょっと首都が変わるっていうのは、その国の人からしたらどういう気持ちというか感覚なんだろうなっていうのがすごく気になったんで、あのスタッフにねインタビューをしてみるという動画でございました。ぜひいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録だけよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バリトリコの味方、俺でした。バイバイ。